初夏の夜を彩るお囃子の音色と勇壮な獅子の舞い踊る姿、北の大地が熱く燃える祭りが山形にありました。山形県長井市、山形県の南部置賜地方にある人口およそ3万人の町です。水と緑と花の町、そんなキャッチコピーにふさわしく、四季折々の花々が咲き乱れる自然豊かな長井市には、ある伝統芸能が継承されています。それは獅子。900年以上前に龍神信仰と結びついて誕生したとされる、日本でも珍しい黒獅子なのです。特徴は何といってもこの長さ。通常の獅子舞が1人ないし2人で操作するのに対し、長井の黒獅子は総勢十数名で動かします。その長さゆえにムカデ獅子と呼ばれています。また獅子頭にも特徴があります。突き出た目玉、そして剥き出した歯の形が蛇を思わせることから、蛇頭と称されています。その起源は、一説には今から950年以上前、源頼義が社殿を新しくした際、兵士たちに獅子舞を踊らせたのが始まりと言われています。今なお春から秋にかけて市内およそ50地区で奉納される黒獅子。しかし少子高齢化や生活スタイルの変化に伴い、後継者不足が深刻化、存続が危ぶまれる団体も出てくるようになりました。そこで各地区の黒獅子を一堂に会する機会を持ち、観光の目玉にしようと22年前に始まったのが長井黒獅子祭りなのです。5月、ツツジが咲き誇る、その名も白ツツジ公園を会場に、22回目の黒獅子祭りが開催されました。公園内に設置された特設会場には鈴なりの観客、お祭りのオープニングを飾るのは市内の小学生による子ども獅子。地域に根ざした伝承芸能を若い世代に引き継いでいこうと、小学校単位で練習を重ねています。このイベントがきっかけとなり、市内の小学校には獅子舞クラブができるなど、後継者育成のためのさまざまな試みが生まれました。子供とはいえ、その立ち振る舞いは堂々たるもの。また長井市内に伝わる獅子踊りも子供たちによって披露されました。長井黒獅子祭りは単なるイベントではなく、地域の文化を継承していくための貴重な催しでもあるのです。会場内には生産量日本一を誇る長井市のけん玉をはじめ、黒獅子グッズなど多種多様なお土産品も並んでいます。県外から来た方に長井市の魅力を広く知ってもらう機会にもなっています。多くの人に黒獅子の魅力を伝えたい、そんな思いで5年前から開始されたのが、インターネットによる動画配信。リアルタイムで祭りを鑑賞できるとあって、県外に住む長井市出身者からも好評を博しています。最新の技術を用いて伝統を広める、なんとも21世紀にふさわしい試みではないでしょうか。各地区の獅子も神社をスタートしました。ゴールの白ツツジ公園まで長い道のりを勇壮に練り歩きます。獅子に付き添っているのは警護と呼ばれる先導役、暴れ回る獅子を力ずくでお宮まで誘導する黒獅子祭りのもう一人の主役です。警護の掛け声でいざスタート。沿道にはおみきを手に参拝目的のお客さんが連なっています。彼らの頭上で黒獅子が歯を打ち鳴らすのが歯打ち、ご神人とも呼ばれます。
豪快な音で病魔を払い健康を祈願します。お囃子の音も高らかに獅子は進みます。地域の人々にとってのふるさとの音、郷土の風景なのです。震災来るからとにかく聞いてるから、うん、そういうふうな、もう中に染み付いてるっていう、そんな感じですかね。みんなの元気の源ですわ。無理、ワクワクですね。It's a lot of fun. It brings back images of traditional Japan, so it's really interesting. みんなが胸を躍らせる獅子の大しく凛々しい姿。しかし、小さい子供や若い女性にとっては黒獅子の姿はちょっぴり怖いようです。それもまた大人になってからの良い思い出になるのかもしれません。やがて獅子は市内の目抜き通りへと次々にたどり着きます。大勢の観客が見守る中、暴れる獅子を警護がいさめ会場へと導きます。この力比べこそ最大の見せ場なのです。ゴール地点の会場には特設のお社が設けられ、それを囲むように数えきれない観客が獅子の到着を待ちわびています。会場へ入りきらないお客さんのために、インターネット配信ブースでは大型モニターを設置。来てくれた人みんなが楽しめるよう細やかな配慮がなされています。いよいよ獅子の登場です。羽打ちの音も勇ましく会場を駆け巡ります。各地区の祭事にとどまらず、こうやって市内中心部に獅子が一堂に会することがこの祭りの醍醐味です。この日の目玉の一つ、総宮神社の登場。市内で最も古い黒獅子発祥の神社です。なんといってもみんなが待ちわびているのが警護との力比べ、通称警護係。見事黒獅子をねじ伏せてお社の中へと運び込みました。これによって今年の五穀豊穣が約束されました。いよいよ祭りはクライマックス。神狩りを務めるのは白山神社と皇太神社、2体揃っての登場です。息の合った羽打ちに会場も大盛り上がりです。豪華な獅子2体の揃い踏み。警護係も一層緊張が高まります。無事に2体の獅子が打ち負かされました。会場からも喝采が湧き起こります。こうして今年も無事に長井黒獅子祭りはフィナーレを迎えました。市街の中心部を活用した伝統行事による地域活性化と後継者育成への貢献が高く評価され、長井黒獅子祭りは第15回ふるさとイベント大賞奨励賞を受賞しました。本当に地域に密着した形で、その地域の振興につながっているということがふるさと大賞とですね、そういったことにつながったというふうに思っています。郷里の愛する伝統はその志を保ちながらふるさとの魅力を広めるイベントとして新たな可能性を胸に初夏の夜を彩るのです。